どうも、ホッキーです。今日はですね、多分ラッキー TV で初めてかもしれませんが、ロッテリアにやってきております。期間限定のハンバーガーでね、ちょっと前々から気になってて、でやっと今日ね、これだというか、桜エビタルタルバーガー、これね、食べたくてね、今日やってきました。であと最近体鍛えてるせいか、まあチキン系のハンバーガーだから1個気になるのになったんで、まあ、それもね食べようかなと思います。そしたらね、やってきました。これは桜エビタルタルバーガー。で、あとね、これハニーマスタードグリルチキンバーガー。でね、ロッテリアにフリフリポテトみたいなのがあったんですよね。いろんな味あったんですけど、どうもね、カッパエビせん味、これね、どんな味がするのか、まあ後でフリフリしたいと思います。どんな感じなのか。これすごいですね、なんかバンズがピンクですよ。まあ、春なんで桜色っていう、それか桜エビの桜にかけてバンズがピンクなのか。これどこに桜エビ入ってるのかなと思ったら、タルタルソースの中にね、桜エビが入ってるんですよ。いただきます。うん、めっちゃ桜エビ入ってるんですよね。やっぱエビカツバーガーは、まあ、多分従来のやつなのか、あんまりロッテリア来ないんでね、普段の味わかんないですけど、もううまいっす。うん、これね、あとバンズ自体にはバンズにはあんま味ついてないですね。この組み合わせは結構いいっすね。飲み物ね、キリマンジャロブレンドコーヒーにしちゃったんですよね。ウーロン茶的なのにすれば失敗しました。うまい、うまいんだけど、ハンバーガーにコーヒーじゃないなと。このね、桜エビのタルタルはね、これありですね、うまいですね。あと全体でなんかエビが結構甘めですね。普通のエビカツが、360円だったので、でこれがね、380円プラス20円で、桜エビタルタルという感じですか。続いてはね、フルポテが気になるんで、カッパエビせんやってこと。これが粉です。中のね、ポテトの量は、まあ、こんな感じです。振ります。これ振るのすっげー音出るんで、めっちゃ注目されますね。結構これ恥ずかしいですね。ちょっと優しめに振らないと。ガー振ったらみんな店内の人がこっち見るって。あ、もうね、匂いがね、カッパエビせんのめっちゃいいの。カッパエビせん味、いただきます。カッパエビせんの味はしないですね。ん、なんかエビふりかけにちょっと強めの塩、なんかあんまりカッパエビせんって感じしないね。美味しいんですけどね、うまいんだけど、カッパエビせんかって言われたら、ん、僕の舌では、これがね、カッパエビせんの味っていう風にはね、ちょっと判断できないんで、まあ、これはちょっと、機会があれば皆さんもこれ食べてみて、どうなるか。
でポテトからのホットコーヒーね、絶対合わない、完全に合わない。さあ最後はね、これね、ハニーマスタードグリルチキンバーガー、チキンはね結構ジュージューで、ね、で下にレタスが結構入ってて、この蜂蜜の甘みが、なんだろう、マスタードと鶏肉の塩っ気とねこう相まって、これは結構いけますね。うん、これうまい。まあ、これカロリー気にしてるからこれいいんじゃないですか。ね、マスタードのツーンとくる感じもね、あるんで、僕はね、さっきの桜エビタルタルエビカツバーガーよりこっちの方が美味しいかもしれない。このグリルチキンとコーヒーはまたさらに合わないね、これ。全然合わないな。コーヒーはめちゃくちゃ美味しいですね。今回食べた、春限定の桜エビタルタルは2月の15日から始まってるみたいで、数量限定なんで多分、まあ、店舗の在庫がなくなり次第、まあ、終わりなのかなと。桜エビ、エビカツ、まあ、エビ好きな方はぜひね、今しか食べれないんで、食べてみてはどうかなと。あとやっぱり僕はハニーマスタードグリルチキンバーガーの方が、まあ、美味しかったんで、それぞれ好みはねありますけども。で、あとロッテリアにフルポテがあったっていうね、まあ、昔僕ファーストキッチンでシャカシャカやってましたけど、振るのはもうスタンダード待ってる気がしますね。まあ、ただカッパエビセン味なんですけど、カッパエビセンの味は全くしなかったんで、まあ、他のコンソメ味とかジャガバターみたいなそういう味もあったんで、まあ、そっちの方がいいかなと思いましたけど、ちょっとね形容しがたい味でしたね。それでは意外や意外ロッテリアの、ご紹介は今回が初のロッテリアのハンバーガーでございました。